すする TV。 ゼレゼレ、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ラーメンスクエア編ということで相変わらずやってるんですけれども、本日5日目はあの有名タレントさんのお店に来ちゃいました。ドン JR 立川駅からすぐのところにありますラーメンスクエア内のデビットさんにお邪魔してます。あのデビット伊藤さんが店主さんとしてやられているお店ですね。たまに普通に厨房で作ってたりするらしいんで、果たして今日はいらっしゃるんでしょうか。レッツゴー。さあデビットさん、ショーケースです。今回はお店おすすめの淡麗塩ラーメン味玉入りに気になった肉ご飯もプッシュしました。残念ながら今日はデビットさんはいないんだなと思って待ってた。こちらがデビットさんの淡麗塩ラーメン味玉入りと肉ご飯です。ふい、淡麗らしいシンプルな見た目ですが、早くすすりたいという感情が溢れてきますね。それではいただきます。さあまずはスープから。とほい、あっさりとした鶏を感じながらもキリッと効いた塩がかなりよし。そして飲むたびに鶏だけでなく様々な出汁も味わえてうまいでございますのよ。では麺が結構な細麺なのでもうリフトアップしちゃって早速すすろう。にびー、表面の歯ごたえは残しつつ中の柔らかさもありな万人に好まれそうな麺。そこにスープのキリッとした塩が加わることで麺の味が引き立ち、代金が即座に口座から引き落とされます。さあ何度もそのハーモニーを味わいつつやってきました長所タイム。一口で食らってみるとかなりしっかりとした肉質で、どれくらいしっかりかというとバナナマンさんの単独ライブのコントくらいしっかりしてます。では続いて麺まくらったり海苔で挟んですすいながらも幾重にも重なった深い出汁を感じたところで、いよいよ肉ご飯の登場です。がっつり食らいつけばでへー、たっぷりなコロチャーにペッパーを効かせた甘じょっぱいタレが非常に美味。一度食べたらご飯が進んで進んでやっべーぞー。さあもうクライマックスということで麺からの肉ご飯や肉ご飯からの肉ご飯という大技も披露して、ラストにすでに黄身がとろけちゃってる味玉を食らったら本日も完食です。大変美味しくすれました。全体的にしっかりバランスの取れた王道淡麗塩ラーメンでした。それではごちそうさまはい、ごちそうさまでした。いやデビットさんに行ってきたんですけれども、久しぶりに淡麗を食べた気がしましたね。普通に美味しかったです。鶏を中心とした出汁にキリッと効いた塩が美味しかったですね。あのスープなら結構ごくごくいけちゃうんじゃないですかね。麺は食感を残しつつなちょい固めといった感じで、キリッと効いた塩スープとの相性もバッチリでしたね。お腹が減ってたので肉ご飯もいただいちゃったんですけど、少しペッパーの効いたタレと肉はやっぱりご飯が進むやつでしたね。いや美味しくいただきましたね。ラーメンスクエア内で落ち着いたラーメンが食べたいなっていう方は迷わずこちらなんじゃないでしょうかね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、デビットさん、デイビッド・ニクライスや。はい、ついに残りも2店舗となったラーメンスクエア編、ラストスパートをかけるすするの前にやがて訪れるラーメンとは一体何だというのか教えてくれよ。次回4人目の次男坊、この次もすするすする。